ただ水を飲まないから腎臓の病気とかそういうのになっていくらしいんですね。人間もそうですよね。水を取ることがすごく大事と言われております。割とコンパクトな容器に入ってますね。よいしょ、どうなってるんだろう。よいしょ、開けますよ。じゃーん。おー、なんか説明書ですかね。レビューを書いてプレゼントゲット。まあいい。じゃーん。プラスチックでできている、こうやって置いて使う水飲み器ですね。こんな感じです。あ、フィルターが4つついて、あ、3つついてます。で、なんかこう蓋、うわー、こんなんなってて、でなんかこうやる感じですかね。で、中にもこういろいろ入ってますよ。あ、こっちにフィルターが、もうトータル4つフィルターがついてます。で、うわ、なんかモーターかなんかが、うわー、でもなかった。AC、なんかコンセントですね。コンセント。もう一個同じ箱が。これも、あ、これは、コード。あれ？モーターですね。これこそモーターですかね。これ差し込むのかな？私、説明書読まないタイプなんですよ。読んだ方がいいのは分かってるんですけど、多分刺せばいいんだろうと。えい、オッケー、こんな感じですね。で、ん？なんか絵が描いてある。ちょっと待って、開けますよ。えい、開く。飛びましたよ。こういうことになるから、丁寧に物事はしないと。あ、じゃあ、なんかいろいろ飛びましたけど、なんかこんなもんが飛びましたね。何なんだろう。ちょっと本格的に作りますか。なんかお水を入れるのマックスとか書いてますよね。読めますか。フィルター、これだね、さっきぶっ飛んだやつ。ペット自動給水器。まずスポールからすべての組み立て部品を取り出して、水でボール内部を徹底的に洗浄してください。徹底的にって書いてますね。ちょっとじゃあ洗ってきます。徹底的にかどうかは分かりませんけど、洗ってきました。で、ポンプを四角形のくぼみの内側に置きます。さっきのポンプを、これ吸盤がついてますよね。内側に置きます。ほう、こういうことですね。ポッと置いてみますね。お、ちょうどいい。じゃん、くっついた。吸盤でくっつきました。落ちません、もちろん。すごい。で、ワイヤーをチューブを通して下穴から引き出します。ワイヤーを何？ワイヤーをチューブ、ワイヤーをチューブを通して下穴から引き出します。何？おー、なんかここに穴が開いてますよね。これはこの中から、これ通して下から出すってことかい？ちょっとやってみよう。これを、ここ
から通してこの先一丁ね、とか通して下から出すってことかい？おお、出た出た、やったわあ、できたじゃん、すごい、出た出た、でこのついてきたこのフィルターを徹底的にって書いてる、徹底的に洗い流してください。何？ボールに置いといてか。ボールに蓋を、これまず水入れなきゃいけないんじゃないの？これもう入れますよ。このスポンジなんですけど、スポンジ。ここにはめるんじゃないかな？ここに。ちょうど入れる用のなんかがあるから、ここにはめるんですね。入れましょう。ここに入れました。スポンジを。スポンジをモーターの、まあ髪の毛みたいな感じですわね。で、入れて。マックスって書いてあるから、ここまで入れればいいってことでしょ？きっと。じゃーん。入れて前。いりませんよ。全然足りないけど。全然足りないけどね。説明書を理解するソフトが私入ってないな。はい、まずここ入れてだ。なんでフィルターを敷くんじゃない？きっと。じゃん。ね。なんで、これをかぶせると。きっとそうだわ。噴水トレイを蓋の穴に通し、チューブがポンプの出水口とフラワーの受水口に接続されていることを確認します。ん？噴水トレイを蓋の穴に通し、通したわ。通し、チューブがポンプの出水口と、中でつながってますかってことですね。どうでしょう。中国製ですからね。関係ないか。で、これをくっつけてと。で、差し込むということなんですね。まあ、やってみるか。あっちで飲んでますね。あっちで飲んでます。